お米じわ。今日はこちらのコースに挑戦していくよ。洞窟のテクニカルスピランか。お、久しぶりのタスジャンも入ってるのか。これはしっかり決めたいね。コース自体も短そうだし、サクッとクリアできるといいな。果たしてそんなにうまくいくかしらね。久しぶりのタスだからやり方忘れてないか。いや、さすがに大丈夫だよ。さてやっていこう。まずはパタパタに乗り継ぎね。あれ、ここは壁キック。さらっと死んじゃったわね。壁キックでも配置がきつそうだが。高い位置ギリギリでやればなんとか越えられるかな。ほんとかしら。ああ、ダメだ、これ越えられないわ。もしかして切り返し3段でいける？おお、越えられた。やっぱりそうだ。あっと、ここにもトゲがあったのね。ってことはすぐに壁キックすればいいのかな。おお、かなり細かい動きだな。でもこのやり方で良さそうね。でまたこのトゲにやられたし。3回くるっとすればいけるかな。おお、ギリギリ届いたな。そしてこのドアに入ればいいっぽいね。ここはしゃがみだな。あ、もうまた同じトゲかよ。ジャンプはなしでいけるんじゃない。このまま落ちて。なるほど、この下からいけるのか。このバネはバネ運びはできないわね。となると空中バネじゃんか。とっさに判断できない。よし、空中バネじゃんで試してみよう。うん、高さも十分ね。で、このメットは被ってよかったのか。でもほら、なんかいけてるし。本当はメットの壁当てジャンプで行くんじゃないかしら。いけりゃいいのさ。そしてここでタスだな。あ、もう左右の振り向きが遅れた。やっぱり一発では成功しなかったわね。さて、このコースのおさらいだよ。最初は少しまったり一方通行下の壁を利用すれば、切り返し3段じゃなくてもいけるみたい。パタパタとのタイミングの調整が必要だけどね。さあ、ここもしっかりしゃがんでと。空中バネジャンとメットの壁当てジャンプね。ふ、安全策で今回もメットは被るけどね。またかよ。確実にいけるからいいじゃん。それよりタスじゃん。今度はしっかりと。決めてやるぜ。起きた。じゃあ、ボルダー。はい、というわけで無事にクリアすることができました。最後若干減速した。バレてたか。ガリガリに触れるかもしれないという恐怖からだな。いやー、最近一番乗りが増えて嬉しいよ。そうね、これからもどんどん一番乗りを取っていきたいわね。最近難しいコースが増えてきたからちょっと不安だけど。ま、頑張って挑戦をし続けていこうぜ。そうだね。さて、コース制作者のララネンさん、ありがとうございました。このコースの ID は動画概要欄に記載しておきますので、よかったら皆さんもプレイしてみてください。というわけで今回はここまでにしたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。